ジャイブ研究所所長のぶです。今日はこの写真を見ながら、ジャイブの後半かなについてちょっとお話をしていきたいと思います。あとはね、ジャイブの後半、あとは日本でよくあるね、オンショアウェーブの、ボトムターンからトップターンにつながるね形っていうのがここに結構見えるんですね。だからジャイブでいうとランニングを越えたあたりの後半、オンショアウェーブでいうとボトムターンからトップターンに上がるところね、ここだから後半っていうところですね。結局ね、オンショアウェーブっていうのは後半なんですよ、ジャイブで言うと。だし、あの普通のジャイブっていうかね、普通のボトムターン、ウェーブのボトムターン、サイドショーのボトムターンに比べれば深く入るわけだから、後半ですよね。だからね、後半いかにスピードを落とすか、これはもうジャイブと全く一緒で、そこがクリアできると全てがねうまくいくわけですよ。みんなそうじゃないですか、うん。ジャイブの後半どうやって失速しないかっていうのはみんな悩んでる、ほとんどの人ね、 90% 以上の人が悩んでるところね。でこれが、オンショアウェーブでも完璧に当てはまるわけね。角度的に言うと後半なんですよ。だからこれみんなできないから、オンショアウェーブでみんなウェーブがフロントサイドはなかなかできないわけね、うまくいかないわけよ。でもこれクリアできればいいんだよね。だからクリアできるってことは、ジャイブでクリアできればこれ実用とクリアできたんですよ、ウェーブも、うん。だからそのくらいね、結構ねジャイブ重要なんでね、そこのジャイブとしてねしっかりと考えられれば、オンショアウェーブもねそんな難しくない。ほら、経験で言うと私がほらそんなに多分一般の人よりウェーブの経験ってのはすごい少ないんですよ。まあアマチュアのトップクラスとかさ、そういう人に比べてもね、多分10分の1はないんですよ、平水でずっとしたからね。それでもウェーブの大会で、まあアマチュアなんかでさ優勝できるっていうのはどういうことかっていうと、ジャイブだけやってたからなんですね。これね、同じなんですよ。日本の場合オンショアだから、後半いかにスピード落とさないかっていうことを追求していくとウェーブって上手くなっちゃうんだよね、うん。だからウェーブだけやっててさ、ほらなかなかうまくいかないねっていう人は、ジャイブをもっともっと真剣に練習した方がいいですよ。ジャイブって分かりやすいから、平水だから波関係ないし、うん。だからもっともっと細部にこだわって勉強ができるんですよ、学ぶことができるの。意識することはボードのレールとかね、セルの使い方、そこに全部意識いくわけだから、ウェーブだとどうしても波プラスになっちゃうから意識が集中できないんですよね、どうしてもね、っていうこと。だから必ずね、ジャイブの後半、ジャイブをもっともっと学んでください。ウェーブ上手くなりたいと思ったら、この経験上絶対いますよ。私の経験がそう終わってね、物語ってますからね、これね、うん、ということです。だからこれをね、ちょっと後半についてお話ししていきたいと思います。そしてこの写真でいうと、これ多分オンシュアウェーブの、うん、ボトムターンから後半に入ってね、トップに向かう時の形だと思います、この形はね。でこれどういうことが言えるかというと、結局ほら先ほど言ったように、ジャイブの後半いかに失速しないかなんですね。あのこれはジャイブの3大要素つって、スピードと内傾と重心移動があるとしたら、後半なんでね、これ重心移動なんですよ。ここがほとんどの人がみんなできてない、うん。こうやって言っちゃうとほら、なんかほら嫌な感じなんだけどもねそれ偉そうに言ってるような気がするんだけども、そうじゃない。それをしっかりできれば群を抜いてもいいからなんですよ。あなただけが上手くなるんですよ、実言うと。だってそれみんな後半みんな失速じゃない。もう失速しなかったって考えたらどうですかって話。これも実言うとセールのパワー使わなくてもいいんですよ。オンショアは特にね、セールのパワーなかなか使えないんですよ。だって封軸超えちゃってんだもん。もうクリューパスで風取るしかない。クリューパスで風取ってなかなかこれ加速しないんですよ。何に集中するかって言うと、ボードのレールのコントロールに集中するってことが一番重要だね。すげえ簡単なんだよね。そうセール意識しなくていいんだもん。で失速しないんだもん。これはめちゃくちゃ楽じゃないですか。サーフィンと一緒ですよ、うん。セールがついたにはボードをね、波に乗って動かすの一緒だから全然簡単なんですよ。だから本当に簡単な方法なんですよ。ウィンドって結構難しいんですよ。ボードのレール操作と、セール操作って2つくっつけちゃうから、ね、でもそこでボードだけに集中するとものすごい簡単だ。同じようなスピードでボトムターンかトップターン上がれるような、ジャイブでいうと後半失速しないようになる、レールの使い方だけで、ボードの使い方だけでね。でそれ身につけちゃうと、今度はセール、そこでプラスしたら完璧なんですよ。だからそういう人がみんなほとんどいないんだよね、なんかね、なんか知んだけどね、どうしてもセール使いたくなっちゃうんだね。これは順番が本当は違うんだよね。レールを完璧にボードのコントロールできて、セールって順番にするとみんなすげえ上手くなるんだけど、みんな逆でね、最初にセール使っちゃうからね。だからみんななかなか上手くならないって、これ順番ってすっごい重要な、世の中って順番ってすごい重要なんですよ。まあ話が長くなっちゃった、本題に入りましょう。ではね、これどういうことか、原理っていう形でね、ちょっとお話しすると、これほら、これが下がね、これ黄色が水平じゃないですか。でこれが
垂直じゃないですか。ここから考えてみれば分かります。これね、この人がいます、いるじゃないですか。この人っていうのはどういう重心が、ここね、この中心からちょっといきますよ。こういうこと。ほら、これどうですかということ。こういうふうに見るとね、結構分かりやすいんだよね。自分の写真があったらこういうふうに見てください。これ完璧に後傾じゃないですか。だって垂直に立ってるものより後ろね、これボードがこうやってほら、ちょっと斜め上上がってたりとか、セール手前に引いてるから、ほら、そんな気が調子しないけど、これだけこうやって見るとほら、完璧にあるでしょ、後傾でしょ。だってほら、ここの角度が、ここの角度が、こういうことですよ。垂直に立ってるものに対して体ってほら、これだから結局前傾はしてないわけね。だからこれって結局はテール荷重じゃないですか。これでよくわかりますよね。自分はテール荷重じゃない、前行ってるっていうつもりでも、こういう写真見ると完璧にわかるんですよ。だからこういう人がほとんどっていうことになっちゃうんですよね、テール荷重っていうのはね。だからこれテール荷重してたら、これテールでブレーキかけるってことだから、結局はこれ見てるの、ノーズがね、こうやってほら上がってるわけで、これもっと言うとさ、セールもこういうわけよ。セールも全部後ろってこと。だからこの後ろ足のとこね、ちょうど後ろ足のとこに重心とセールも全部乗っちゃうわけよ。だってセール垂直に立ってれば、セールのパワーって前に持っていくんだよ。垂直よりちょっとでも前に行けば、これもちょっと説明しておきますか。まあ、じゃあセールがまっすぐ垂直に立ってます。これがちょっとでも前に行けば、こういうことだよね。赤で書いた方が分かりやすいかな。こういうことですよ。この垂直に立ってちょっとでも前けど、全部前に前にっていう形のパワーじゃない。だから前に前に走らせるパワーになるわけね。これ垂直より手前に行くってことは、止めるパワーに近くなる。テールを沈めてね、テール沈んじゃうわけよ。これどうしてもセール のパワー自体でポイントとして全部後ろに行くわけだから、テールが沈んで、でそれでも走ろうとするから、これブレーキかかりながら走るっていう原理になっちゃうわけね。そう、絶対失速しないよ。この原理が分かってると本当はね、一番いいんですよ。じゃあどうしようかって言ったら簡単なんですよね。マスト垂直に立てて、マストちょっとね、もうちょっと前に出して、垂直に1度でも2度も3度でもいいから前に出して、前に引っ張られるようにして重心を前に持っていけばほらいいわけよ。で、簡単でしょそう。でもここでね、一つね、質問が結構あったです。じゃあ後ろ足浮いちゃって押し込めないじゃん。これは前足と後ろ足の重心の可動範囲なんですね。だから後ろ足で蹴り飛ばすんですよ。これが実を言うとスタートダッシュの法則っていう法則があるんですね。まあ多分動画をねずっと見てきてね、YouTube で見てくれてる方は分かると思います。スタートダッシュの法則ね、後ろ足で蹴って体が前に行くっていう法則。だからあれで後ろ足で蹴れるんですよ、重心下げなくても。分かります？ということね。うん。だからそれはそれが理解できれば分かりますということね。そういうことなんですね。みんなだからこうやってマストと体を全部引いちゃうんだよね。なぜかというと、セールのパワーをこう使いた、セールのパワーで回そうとしちゃうんだよね。だから手前に引いてグッとこうセールのパワー入れてね。もっとボードのレールで、ボードを走らせるっていうイメージで、だからまあ、イメージの違いなんだよね、これね。いつも言ってるんだけど、みんななかなか分かってくれないんだけど、これ、分かってくれないっていうか、これ分かってるんだけど、何、分かってるんだけど、体が動かないっていう、どっちかって思う。もう体に染みついちゃった。ウィンドサーフィンって、セールを使って風で走るよねっていうのが大前提なんですよ、絶対なんですよ、これ。だから、セールのパワーっていうの方が、思考的にね、考え方として、8割セールで、風。で、暴動なんですよ。だからこれを本当は逆転させなくちゃならないね。で、多分これって最近ね、みんなよく分かってきて、今のウィンドサーフィンってボードがどんどん走るし、セールも走りやすくなっててね。で、ジェイブなんかでしたら、セールじゃなくてボードっていうのはみんな分かってきてるわけですよ。ほら、現にほら、PWA なんか見ててもさ、風がないときフリースタイルやるじゃない。なんかマリンジェットで引っ張ってさ、セールつけてさ、ビーって全く風で無風のときに。ね、ブワーって走っていって、そこで技かけちゃうわけじゃん。でセールに風入ってるでしょ、完璧に。裏風使ったりとか思い手入れてフリースタイルわけだから、あれ見りゃ分かんないよね。いや、風無風なのに何あれっていう、あれボードだよね。うん、ボードなんですよ。ボードのレールのコントロールで、あれでね、セール使ったイメージで後ろに変わって重心下げちゃえばさ、これはテールにブレーキかけて失速しちゃうわけじゃん。
でもあれ失速してないですよ、走り出したら。あれよく見てみると分かるんだけど、セールをね、持ち方とさ、重心の位置見ればすげえよく分かりますよ、あれどこに重心があるか。うん、ああいうの見るとね、あ、今のはもうプレーニングしちゃったらセールじゃねえんだって分かるじゃないですか。プレーニングすればですよ、プレーニングするまでは絶対セールですよ、風ですよ。これはもう当然のごとくね、だちあの機動力とかあのね、パワーというのはセールの数だから。でもプレーニングしてしまったら今度は次元が変わっちゃうってね、今そういうことなんですよ。昔は結構ねセールっていうのが大体8割とか7割、うん、絶対そうはあったんですよ。大体ボード走んねんだもん。